はい、ぬかなみさんっていつもここで出てましたっけ？いや、今回初めてです。そうですよね、はい、だけどいろいろな情報ではイベントっていうかいろんなあの講座とかがものすごく増えてる感じがするけど。そうですね、ですよね、はい、活動広がってます。広がってますよね、はい、一番健康から、まあ、未病の状態で、はい、身近にちょっと相談できるとか、ちょっと参考書を見に行くとか、まあ、多くの人にちょっと相談するとかってすごくいいところですよね。ありがとうございます。ですよね。今回病院に行っても特に何でもないよって言われるけど、うん、でもなんか私は調子悪いのよとかそういうことあるじゃないですか。そうですね。そういうのはやっぱり自分の、これいいタイトルでしょ、体の声を聞いて感じで自分でできる病状を。そうそうそう。そう、いや、それはすごく効いてる。今出張でも子どもの体を行ったりとか地域サロンにも行ったりとかしていろんなことをしてるよね。地域で暮らしている皆さんにご自分の健康を自分で作り守るためのお手伝いをしたいと思っています。ぜひご活用ください。はい、今日もありがとうございます。